旭川の中心部を流れる複数の川で同じ個体とみられる熊の目撃が相次いでいます。今日も川を泳ぐ姿が目撃されていて市と警察が注意を呼びかけています。今日午前6時半ごろ旭川市花崎町5丁目の花崎大橋付近で河川敷を歩いていた男性が石狩川を上流に向かって泳ぐ熊を目撃し警察に通報しました。

昨日は同じ石狩川と合流する中別川で13日と先月には美英川でも目撃されていますいずれも美英町方面の山からやってきた同じ個体とみられていますまあ大体どこでも今時期出てくるって問題になっているのはほぼオスの若いクマだと思うんですけれども自分の住処を探していくっていうか 用水路や川などを伝って市街地に出てくるようになったクマ旭山動物園の坂東原園長はこうしたクマに対処する仕組みが必要と話しますもしも人誰かの住宅街にあまクマが出ていって誰かをむしゃむしゃと例えば食われてたと人間をでも打てないのが今の仕組みですよね 今一番の問題は、やっぱり人の生活圏に出てきたときにどういう対応ができるのかっていう選択肢が作っとかなきゃいけないってことじゃないですかね、法的なことを含めて、いざっていうときに何かできるのかっていう担保がないと、やっぱり住んでる方も怖いですよね今シーズン、熊による人身事故が過去最多となった道内、市街地の熊対策が喫緊の課題です。